ぬいの池は、佐賀県岸島郡白石町の西部、大和座湯崎の河津地区中心部に位置する湯水による池である。広さはおよそ0.6ヘクタールで、池の中央には、四所島姫命を祀る五福島神社がある。地下水の過剰組み上げにより40年以上、枯渇していたが、2001年に湯水が戻り復活した。 佐賀県が選定する22世紀に残す佐賀県遺産の一つ。縫いの池、五福島神社と湖畔、林縫いの池、五福島神社と湖畔リーニ家の位置する白石平の西部の岸間山陸一帯にはもともと北部九州有数の有水群が存在しており、縫いの池も800年以上の歴史があるとされている。この有水群は地域の農業用水。 生活用水として利用されてきたが、国策として、干拓事業が進められ農業用水が増大すると、付近を流れる六角川は、有明海から海水が遡上するため利用が難しかった。白石平野では、水不足が状態化した。さらに、昭和30年代前半の干ばつ対策として、多数の不解度が掘られ、生活用水も地下水に頼るようになった結果、 この地域の湧水群はすべて枯れ果て、縫いの池も1958年に干上がってしまった。しかし、2001年4月に飲料水を佐賀導水事業の佐賀西部広域水道企業団によって漂流水に転換すると、直後から五福島神社の周囲から湧水が出始め、池が復活した。湧水は飲用にも適しており金妙水と名付けられ、 地域住民が設置したみ取り口は水汲みスポットとして観光地の一つとなっている。み取り口の湯水量は毎秒1.2リットルで1日に10万リットル。湯水は池の中数箇所にあり、1日に湧き出る。水の全量は20万リットルにはなると見られている。現在あるのは五福島神社だが古くはデザイ店が祀られていた。したのは 平の茂盛と伝えられている。縫いの池の湧水はたラだけに降った雨が、長年地下を通って流れてくると思われ、非全国風土器には、嬉野市の西部にある轟の滝について、この滝の水は遠く、白石へ流れていくと記している。この滝の水の流れによって、轟の滝に住む竜人が縫いの池の弁天に会いに、来たという恋物語の伝説もある。 縫いの池の名は、およそ五百年前にこの地を治めていた、スコ城主、平井爪春のおじ、縫い殿女やつなにちなむもので、縫い殿の池とも呼ばれていた。池の底には、竜宮城があるという伝説もあり、池での狩りを好んだ京野が、乙姫の怒りを買ったため、縫い殿女やつなが詫びに行ったという伝説もある。ありがとうございます。